こんにちは。本日は STM32 ファミリーの開発エコシステムのプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回のプレゼンテーションは、弊社の 32bit マイコンの STM32 を初めて使われるお客様が、開発をスムーズに進められるように、開発環境の構築や使い方を実習を通して学習していただくことを目的としています。 本プレゼンテーションをご覧いただく際、事前に実習で使用する開発ツールのインストールやライセンスのアクティベーションなどが必要になります。従いまして、皆様の事前準備が完了していることを前提に進めていきますのでご了承ください。それでは、プレゼンテーションの方に入りたいと思います。本プレゼンテーションは、開発環境の紹介がテーマになりますが、 最初に簡単に弊社の STM32 マイコンについて説明いたします。弊社の STM32 ファミリーはすべて ARM の CoreTex c o を搭載した製品となっておりまして、現在17シリーズのラインナップがございます。Core の種類としましては、下は CoreTex M0 から上はマイコンでは CoreTex M7 まで、 プロセッサーは Cortex-A7 を搭載した製品がございます。STM32 ファミリーにはフラッシュ内存のワンチップマイコンタイプの製品と外付けメモリーが必要なプロセッサータイプの製品がございます。本プレゼンテーション及び実習はマイコンが題材となりますので STM32 マイコンにフォーカスしてご説明いたします。STM32 マイコンは 現在、ハイパフォーマンス、メインストリーム、超低消費電力、ワイヤレスの4つのカテゴリーで製品展開を進めております。この中で、初代の STM32 マイコンは、メインストリームの Cortex-M3 を搭載した STM32F1 シリーズになります。こちらは2007年にリリースされたのですが、その後、 市場のご要求に応じてハイパフォーマンスや低消費電力、また2018年にはワイヤレスとプロセッサーのラインナップが新たに追加されました。ここで新しい製品をいくつか紹介します。一つ目は STM32MP1 シリーズという STM32 ファミリー初のプロセッサー製品で、最大 800MHz の CoreTex A7 Core を2つ、 コアテックス M4 を一つ搭載したマルチコアタイプの製品で、STM32 ファミリーの中では最も高いパフォーマンスを持つ製品となります。二つ目はアナログ機能が強化されたメインストリームマイコンの STM32G4 シリーズです。こちらのデバイスは高分解能タイマーを搭載しておりまして、最小184ピコ秒の 分解能の PWM を出力することが可能です。また、12bit の AD コンバータ、アンプやコンパレーターなども搭載しておりますので、モーター制御やデジタル電源の制御などに幅広く対応できます。3つ目は、STM32L5 シリーズです。こちらは、トラストゾーン対応の ARM Cortex-M33 を搭載した、 セキュリティ機能が強化されたマイコンになります。また、低消費電力マイコンでもありますので、IoT のエッジデバイスなど、バッテリー駆動のアプリケーションや、セキュリティ要件の厳しいアプリケーションに最適な製品となります。最後は、ワイヤレスマイコンの中の STM32WL シリーズです。初代のワイヤレスマイコンは、 STM32WB シリーズになりますが、こちらは 2.4GHz 帯の RF 搭載のワンチップマイコンで、Bluetooth や Jigbee に対応しています。一方、STM32WL は、サブギガ帯の RF 搭載のマイコンで、ローラ a や SIGFOX、FSK 変調などの無線に対応しており、LPWA のアプリケーションに最適なマイコンになっています。 このように STM32FAMILY には様々な用途に利用できる製品が多数用意されていますが、弊社では STM32FAMILY の全ての製品において10年の長期供給をお約束しております。マイコンの長期供給については、弊社以外のマイコンベンダーでも取り組んでいると思いますが、そのほとんどは製品がリリースされたタイミングから数えて10年の供給となっています。 一方、弊社の場合は製品がリリースされたタイミングではなくて、毎年1月に10年を数える起算日が更新されます。ですので、例えば2007年にリリースされた STM32F1 シリーズは今年で13年目になりますが、今年の1月から数えて10年は供給されますので、現時点ではリリースから23年は供給をお約束していることになります。 さて、様々なシリーズの製品がある中で、今回実習で使用するマイコンは、ハイパーフォーマンスマイコンの中の CoreTex-M4 Core を搭載した STM32F4 シリーズになります。STM32F4 シリーズの中にも10種類近くの製品ラインがありますが、その中で最もベーシックな位置づけの STM32F401 という製品を使用します。 こちらが STM32F401 のブロック図になります。コアは CoreTex M4 Core で 84MHz で動作します。メモリーはフラッシュメモリーが 512KB、SRAM が 96KB 搭載しています。その他、最も低い低消費電力モードでデータを保持可能なバックアップレジスターや、 一回だけ書き込み可能な OTP なども搭載しています。また、ペリフェラルとしましては、汎用タイマーやモーター制御用タイマー、AD コンバータや DMA などが搭載されています。通信用のインターフェースとしては、UART、SPI、I2C、USB OTG フルスピードなどに対応しております。 パッケージは一番小型の 3mm×3mm、mm、の WLCSP パッケージのほか、LQFP パッケージ、QFN パッケージの製品も用意しております。動作電圧範囲は 1.7V から 3.6V までとなっております。以上が STM32FAMILY の紹介になります。次に、 開発環境の説明をいたします。前半は今ご説明しました s t m 3 2ファミリーの開発環境全般のご紹介をいたします。後半に今回の実習で使用するツールについてご説明いたします。そして最後に、事前にインストールしていただいたツールが正常に動作するかどうかを確認していきたいと思います。 今ご覧いただきましたように、STM32FAMILY はべて ARM の CoreTex コ,コアを搭載した製品となっております。従いまして ARM の数多くのエコシステムを利用できるというのが一つの大きな特徴になります。それを踏まえまして、まず統合開発環境ですが、一つ目が IAR 社というスウェーデンの会社で ARM のツールに力を入れている会社があるのですが、 そこから発売されている Embedded Workbench for ARM EWARM というツールがあります。二つ目がカイル社の MDKARM というツールになります。このカイルという会社はもともとドイツのツールベンダーだったのですが、2005年に ARM に買収されまして、現在は ARM の傘下に入っている会社となります。 従いまして、この MDKARM は ARM の純正のツールという位置づけになります。ちなみに弊社のマイコンのサポートエンジニアの9割方は、この IAR 社の EWARM か、カエル社の MDKARM を使用しております。そして3つ目は、弊社がリリースした STM32Cube IDE というツールで、 こちらは GCC のコンパイラーと Eclipse の開発環境を組み合わせたツールとなります。実はこちらのツール、もともと Atric というスウェーデンのツールベンダーが作った True Studio という統合開発環境があったのですが、弊社がこの会社を買収しまして、しばらくは弊社より True Studio を提供していたのですが、2019年に新しく STM32Cube IDE という弊社のツールとして生まれ変わりました。ご紹介した3つのツールのうち IAR の EW アームとカル k y l e の MDK アームは無償評価版のライセンスがあります。共にコンパイル制限なしで30日限定のライセンスと 32KB のコンパイル制限付きで期限が無制限のライセンスの2種類のライセンスが用意されています。 一方、STM32Cube IDE は、機能と期限に制限のない完全に無償のツールになります。今回実習でご使用いただくツールは、IAR 社の EWARM となります。次にデバッカーですが、各ベンダーから様々なデバッカーが発売されています。弊社からは、STLink V2 よび V3、 その他、IAR 社の iJet、カイル社の U-Link、セガー社の J-Link などがございます。また、トレース機能搭載のデバッカーなどもありますので、必要に応じてお選びいただくことができます。また、評価ボードに関してですが、弊社では新しい STM32 製品がリリースされますと、同じタイミングで その製品の評価ボードがリリースされます。評価ボードの種類としましては3種類あります。一つ目は標準評価ボードで製品が持っている機能のほとんどの機能を評価できるハイエンドの評価ボードになります。二つ目はディスカバリーボードというブランドで展開している評価ボードで LCD やセンサー、 オーディオのコネクターやイーサネット、USB などの通信用コネクターが搭載されたボードなどがあります。こちらは簡易的なアプリケーション開発に最適なボードとなります。三つ目は、今回実習で使用するボードで、n e w クリオという名前のボードになります。こちらはマイコン以外に主だった部品は搭載されておりませんので、 マイコン単体の評価に最適なボードになります。また、非常に拡張性の高い設計なので、ニュークリオ専用の様々な拡張ボードが利用できます。次に OS ですが、国内ではフラッシュマイコン向けのリアルタイム OS でメジャーな OS は、マイクロアイトロンになりますので、ここでは、 STM32 マイコンに適用できるマイクロアイトロン系の OS を3つほど紹介いたします1つ目は E-Force 社のマイクロ C キューブ2つ目は UC テクノロジー社のマイクロ T カーネルそして3つ目は EBICTUS AI コーポレーション社の TOPERS になりますこの中で E-Force 社のマイクロ C キューブは 弊社マイコン製品がリリースされるタイミングで、ほぼパッケージ化が済んでいることが多いので、タイムリーにお客様へ OS のソリューションをご提供できている状況でございます。次にソフトウェアライブラリーですが、今回実習で使用するライブラリーが組み込みソフトウェアライブラリーになります。 こちらはファミリーごとにファームウェアパッケージが用意されておりまして、その中にはデバイスドライバーとミドルウェアなどが入っております。それでは別のパッケージとして、拡張ソフトウェアパッケージ、X c u b e というものが用意されております。こちらのパッケージはどちらかというとアプリケーションに近いソフトウェアを提供するパッケージで、モーターやセンサー、IoT や AI などのソフトウェアが用意されております。ですので、上の組み込みソフトウェアライブラリーは、マイコン本来の機能のソフトウェア、そして下の拡張ソフトウェアパッケージは、アプリケーション寄りのソフトウェアという位置づけになります。その他のツールとして、弊社では、STM32Cube というブランドで、STM32 マイコンの開発に利用できる様々なツールを用意しています。 その中には、実習で使用するソフトウェア開発支援ツールの STM32CubeMX やフラッシュプログラミングツール、消費電流をモニタリングするツール、無線マイコンや USB Type-C 対応マイコン向けの評価ツールなどが用意されています。また、Java 言語を使用して組み込みソフトウェアを開発できるソリューションなども弊社パートナーより提供されております。 以上が STM32 マイコンの主な開発環境のご紹介になります。ここからは今回の実習で使用する開発環境の紹介をしていきたいと思います。まずは STM32CubeMX という組み込みソフトウェア開発支援ツールです。STM32CubeMX は PC にインストールして使用するツールになります。PC の GUI 上で使用する製品、機能、ピン配置、クロック設定などを選択していただいて、コード生成ボタンを押しますと、設定内容が反映されたコードが自動的に生成されます。 また、生成されるコードは、選択されたツールチェーンに対応するプロジェクトファイルの形式で生成されますので、コード生成後にそのまま統合開発環境を開いて、開発を始められる仕組みとなっています。ここで、STM32CubeMX で生成されるコードの裏で用意されているコードの実態が、こちらの右側の s t m 3 2 c u b e マイコンパッケージになります。 このマイコンパッケージはハードウェア抽象化レイヤーとミドルウェアの2つのレイヤーで構成されております。そのレイヤーの詳細がこちらになります。まずハードウェア抽象化レイヤーで我々はハルと呼んでいるのですが、こちらはマイコンのデバイスドライバーに相当するコードになります。 ファミリー間で共通の API が定義されていますので、例えば開発中、あるいは製品計画の中で、よりパフォーマンスの高い製品に移行したい、より消費電流の低い製品に移行したい、といった場面が出てきた場合、春をベースに開発されたコードであれば、比較的スムーズに STM32 ファミリー内の別の製品に移行することが可能となっています。 一方、ミドルウェアのレイヤーですが、こちらには TCPIP や USB などの通信インターフェースのスタック、グラフィックスやオーディオのライブラリ、ファイルシステムやリアルタイム OS などのソフトウェアが含まれております。ハードウェア抽象化レイヤーは、ファミリー間で共通の API が定義されているとお伝えしましたが、 その一例をご覧いただきたいと思います。左側が Cortex-M0 搭載の STM32F0 シリーズの I2C と SPI のハルドライバーの一部を示しています。一方、右側が Cortex-M4 搭載の STM32F4 シリーズの I2C と SPI のハルドライバーの一部になります。 ご覧のようにデバイス間で共通の関数が利用できますので非常に互換性の高い設計のドライバーであることがわかります。このように STM32Cube のマイコンパッケージには様々なソフトウェアが含まれていますがそれに合わせてドキュメント類も複数用意されています。 ミドルウェア関連のマニュアルやデモソフトのマニュアルなどがありますが、開発を始めるにあたってご覧いただきたい主なマニュアルは、一番上のマニュアルと二番目のマニュアルになります。一番上のマニュアルは先ほどご紹介しました春ドライバーの説明書で、1800ページ以上ありますので、春の内容について調べる際に辞書的にご利用いただくタイプのマニュアルになります。 一方、2番目の STM32Cube F4 の導入ガイドは、STM32Cube パッケージの概要を説明しているマニュアルになります。30ページ程度のマニュアルですので、初めてこのソフトウェアパッケージをお使いになる場合は、こちらの資料をご覧いただくことをお勧めします。次に、ハードウェアの説明に入ります。 まず、ニュークリオボードですが、こちらは搭載されているマイコンのパッケージに応じて32ピンタイプ、64ピンタイプ、144ピンタイプの3種類のボードが用意されております。いずれのタイプもオンボードのデバッカーが搭載されておりますので、外付きのデバッカーをご用意いただく必要がございません。また、拡張性を持たせるために、r ーのコネクターや、 マイコンの信号線をすべて取り出せるヘッダーピンが用意されています。その他の特徴としまして、ARM のエンベッドのオンラインリソースをご利用いただくことも可能です。ARM のエンベッドのウェブサイトに行きますと、対応のプラットフォームとして、弊社のニュークリオボードが選択できるようになっております。 今回の実習で使用するニュークリオボードは64ピンタイプのものになります。こちらがその外観ですが、上の部分が ST-Link V2-1 というデバッカーの部分になります。そして下側がマイコンのターゲットボードに相当します。このターゲット部分の真ん中にあるのが64ピンパッケージのマイコンになります。 また、両サイドには拡張ヘッダーがありますが、内側のコネクタが a ー d u i n o のコネクタ、外側のコネクタが m o ル f o という弊社独自のピンヘッダーで、ターゲットマイコンの信号線をすべて取り出せるヘッダーになります。通常、USB ケーブルをニュークリオボードに挿して、オンボードデバッカーを介してボード上のターゲットマイコンの開発を行いますが、実は、 このオンボードデバッカに搭載のジャンパーの設定を変更することで外部に SWD のデバッグ用の信号線を取り出すことができます。その信号線を利用することで STM32 マイコンを搭載している外部のボードをターゲットボードとして開発を行うことができます。その場合、ニュークリオボード自体がスタンダードアローンのデバッカーとして機能しますので、 別途、外付けのデバッカーをご用意する必要がなくなります。このようなニュークリオボードが STM32 マイコンのシリーズごとに用意されておりまして、現在58種類リリースされております。次にニュークリオボードのための拡張ボードの紹介です。 ニュークリオボード用の拡張ボードは、X ニュークリオ、エクステンションニュークリオという名前で展開しておりますが、このようにニュークリオボードにスタッキングする形で使用します。一つのニュークリオボードに複数の X ニュークリオをスタックして使用することも可能です。このような拡張ボードが現在53種類リリースされております。 また、これらの拡張ボードとニュークリオボードを組み合わせて使用する際のソフトウェアパッケージも合わせて用意されております。従いまして、STM32 マイコンを使用した製品開発をご検討の場合、弊社が用意するニュークリオボード、拡張ボード、ソフトウェアパッケージを使用することで、スムーズに開発を始めることができます。以上が STM32 マイコンの 開発環境及び今回の実習で使用するツールのご紹介になります。次に今回の実習で使用するツールの動作確認をしていきたいと思います。実習で使用する開発環境ですが、ボードは STM32F401 が搭載の 64ピンタイプのニュークリオボード。統合開発環境は IAR 社の EWARM を使用します。またソフトウェアライブラリーとして STM32CubeMX と STM32CubeF4 を使用します。その他、ターミナルソフトの Teratarm を使用します。 実習を行うには、事前に次に挙げる5点の準備が必要になります。一つ目は、統合開発環境のインストール及びアクティベーションです。アクティベーションにはライセンスの取得が必要になりますので、ネットワークのある環境で行う必要があります。二つ目は、STM32CubeMX のインストールです。 STM32CubeMX と合わせて STM32CubeF4 のファームウェアパッケージも必要になります。三つ目はサンプルプログラムのコンパイル確認です。統合開発環境のアクティベーションが完了できていれば、コンパイルは正常に完了します。四つ目はターミナルソフトのインストールです。 そして最後に Windows 10より前の Windows OS をご利用の場合、バーチャルコンポートドライバーのインストールが必要になります。以上が事前準備の内容になります。これより事前準備が完了していることを前提に説明させていただきます。 それではここでサンプルプログラムを使用してツールの動作確認をしていきます。使用するサンプルプログラムは GPIO をトグルして LED を点滅させるサンプルプログラムで STM32CubeF4 のファームウェアパッケージに含まれています。手順としましてはボードの開封、ボードと PC の接続、 ST-Link でバッカーのドライバーのインストール確認。STM32Cube F4 ファームウェアパッケージの保存場所の確認。最後にサンプルプログラムのコンパイル及び動作となります。ではボードを開封します。最初にプラスチックのケースの蓋を開きます。 中のリーフレットにはヘッダーピンのピン配置などが記載されております。実習の時にご利用いただければと思います。次にボードを取り出すのですが、ボードが固定されているところにプラスチックの出っ張りが左右2箇所あります。そこを左右に引っ張りながら、プラスチックケースの裏から軽く押し出すと、簡単にボードを取り出すことができます。 ボードにはヘッダーピンが複数ありますので、取り出すときに怪我をしないように気をつけてください。次に、取り出したボードと PC を USB ケーブルで接続します。接続しますと、ボード側の USB コネクターの横にある LED が点滅します。しばらくすると、LED の点滅が点灯に変わります。 点灯に変わりますと、PC 側でオンボードのデバッカーのドライバーが正しく認識されたことになります。PC 側にはドライバーのインストール完了のメッセージが表示されます。もしデバッカーのドライバーがインストールされていない場合、統合開発環境の EWARM のインストールフォルダーに ドライバーがありますので、こちらを実行してください。stlink.win.usb.install.bat というファイルが該当ファイルになります。次に、STM32CubeF4 のファームウェアパッケージの展開場所を確認します。パッケージの展開場所は、ご使用の PC 環境によって異なります。 事前準備のご案内に従って設定しますと、PC 環境のユーザー名が日本語の場合、パッケージの展開場所は C ドライブの下の ST フォルダーとなります。PC 環境のユーザー名が A 数字の場合、パッケージの展開場所は C ドライブの下のユーザーズの下のユーザー名の下の STM32 キューブフォルダーの下の レポジトリーフォルダーになります。事前準備におきまして、正しく展開場所が設定できている場合、STM32CubeMX を起動して、ヘルプメニューより、アップデータセッティングスを選択することで、パッケージの展開場所を確認することができます。 実際にエクスプローラーでパッケージの展開場所を確認するとこのようになります。STM32CubeF4 ファームウェアパッケージの展開場所が確認できましたら次に動作確認に使用するサンプルプログラムを開きます。該当のサンプルプログラムは STM32CubeF4 のフォルダーの中のプロジェクト STM32F401RE Nucleo, Examples, GPIO, GPIO IO t グル e w a r m のフォルダを順番に開いてください。ここで一つ注意点があります。プロジェクトのフォルダー内にボードごとに複数のフォルダーが存在します。今回は、 STM32F401RENUCLIO というフォルダを開きますが、すぐ下に STM32F410××NUCLIO という非常によく似た名前のフォルダがあります。間違ってこちらのフォルダを開きますと、動作確認ができませんのでご注意ください。EWARM のフォルダが開けましたら、その中に project.eww というファイルがあります。こちらが EWARM 用のプロジェクトファイルになります。こちらをダブルクリックして EWARM を起動します。ただし、複数の EWARM のバージョンがインストールされている場合、ファイルをダブルクリックで開きますと、最後にインストールされたバージョンの EWARM が起動します。 バージョン指定で EWARM を起動する場合は Windows のスタートメニューから起動する必要がありますのでご注意ください EWARM が起動しますとこのような画面になります左側に選択されたプロジェクトのフォルダーツリーが表示されます 次にプロジェクトのビルドを行います。EWARM の画面の上側にあるプロジェクトメニューより、すべてを再ビルドを選んでください。そうしますと、画面下側のステータス欄に現在のステータスが表示されます。最初にオブジェクトコードが削除され、その後ビルド処理が行われます。 処理が完了しますと、最後にエラーとワーニングの数が表示されます。両方ともゼロであれば、正しくビルドが完了したことになります。次に、今ビルドして生成されたコードをターゲットマイコンにダウンロードしてデバッカーを起動します。EWARM の画面の上側にあるプロジェクトメニューより、 ダウンロードしてデバッグを選んでください。または画面上側の丸い緑色のアイコンも同じ機能になりますので、こちらをクリックしていただいても結構です。プログラムがダウンロードされてデバッガーが起動しますとこのような画面になります。左側にプロジェクトツリー。 真ん中にコード、右側に逆アセンブルコードが表示されます。また、画面上側には、デバッグ用のツールバーが表示されます。デバッグ用のツールバーには、プログラムの実行、ブレーク、リセットなどの基本的な操作から、ステップオーバーやステップインなどのステップ実行系の機能など、 デバッグに便利なアイコンが複数用意されていますでは、ここでプログラムを実行してみましょう。白い丸のアイコンをクリックしてください。ボードをご覧いただきたいのですが、マイコンの右上あたりの LED、LD2 と書かれているところの LED が緑色に点滅していれば、 プログラムが正常に動作していることになります。いかがでしょうか動作確認ができましたら、最後にデバッカーを停止します。デバッグ用ツールバーのブレイクボタンをクリックして、プログラムの実行を停止します。次に、デバッグの中止ボタンをクリックして、デバッカーを停止します。 これで実習のための開発環境の動作確認を終了します。引き続き実習をお楽しみください。プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。